次は何でしょう、はい、こちらがガスコンロの、デリシアというか、ああデリシア、はい、はい、これ結局新しいやつ、これが一番新しいというか、はい、まだ出てないんですけども、あ間に合ったやつ、はい、展示が間に合ったやつ、はい、はいはいはい、あ、ありがとうございます、はい、これが9月から発売になる新商品、はい、そうですね、はい、じゃあ 100V のコンセントを一応利用したタイプになるんですけども、はい、電源を入れていただくと、はい、ここに液晶が、はい、すごいですよね、最近はボタンとかこう押していただくとこちらに表示が出てくる、はいはいはい、はい、前のタイプ の, そのデリシアとは何が違うんですか、まあ、あのオート調理とか、はい、使える容器というのが増えてきまして、はい、あのこのコンロを今回ご購入いただいと焼き網とこういう器がこの3点セットがついてくるようになります、はい、で、まあ、これはお魚焼きグリルで使っていただくもので、はいはいはい、こちらも同様なんですけども、はい、今回特徴的なのはこのザココットっていう器ですね、はいはい、これがついてきます。で、まあ、ちょっと深型のお鍋になってまして、はい、まあ、ここで例えばグリル、ケーキとか作っていただくこともできますし、はい、煮込み料理とか、はい、そういったこともできます。で、最近無水調理って流行ってるのと思います。バーミキュラーみたいな。そうですね、はい、やっぱアイのお鍋がすごく人気があるので、まあ、それと同じような調理をできる。嘘つけ、はい、できるようになってるので、へ、そうなんです。これがちょっと特徴的です。あとは最近って低温調理っていうのが流行っていて、サラダチキンとか食べたことありますか。サラダチキンはもう、ね、お世話になってますあれもこのザココットで作っていただくことができるので、まあ、そういったトレンドの料理も楽しんでいただける。これタッチパネルじゃないんですよ、残念ながら。タッチパネルじゃない、まさかのつい押したくなるんですけど、違うの、ここタッチパネルではなく下で押していただく感じ。レンズを使用する調理器具を選択し、こういうのも全自動でできます。今日は一応食材ちょっとだけ用意してあるので、よかったらやってみて。ありがとうございます、はい、じゃあやってはい、はい、で、いろいろちょっと見せていただいたときに、お客様からご飯のことを結構ご質問であったので、はい、ガスのご飯って美味しい、はい、ありました、ありました、はい、ちょっとご飯炊こうかなと、はい、炊飯器とかでご飯って炊くイメージがあると思うんですけども、はい、最近はガスコンロにも炊飯機能がついてまして、はい、自動的にご飯を炊いてくれる、まあ、ガス炊飯器の、そうなんです、代わりをしてくれます。このデリシアは専用の土鍋というのをご用意してまして、土鍋ご飯も自動で調理いただけるようになってます。こんな感じで入ってますですね、はい、はい、じゃあいいですか、はい、3つ口あるんですけど、炊くともバーナーに乗せてもらっていいですか。炊くと、はい、この口3つありますよね、はい、でご飯炊く場所は1箇所になります。はい、はい、あ、はいはいはい、わかりました。アトコンロ、アトコンロ、はい、これちなみに後ろコンロですね。後ろコンロ、はい、はい、後ろで炊けるメリットはやっぱり前のバーナーって炒め物したりとか邪魔になるのね、はい、いろいろ使いたいので、後ろ一番使い道が少ないので、ここを有効活用していただこう。逆にここしか使えない、あ、このモードがあるのはここだけですね。そうですね、1箇所のみに。なるほどなるほど、作られてます。で、裏側に炭がくり抜いて入れてあって、そこを伝って土鍋の温度を制御する仕組みになってます。なるほど、はい、では炊いていきますか。はい、はい、では操作パネル見ていただいて、ここにお茶碗の絵があるので押していただいて、はい、そうするとここにご飯のモードが出てきます。ご飯というのはこの金属のお鍋のモードですね。で、あとは弾力のある甘いお米が食べたいときはご飯もちもち、矢印を押していただくと、はい、でお粥も炊けますし、はい、でこれが専用の土鍋になります。はい、はい、で OK を押していただいていいですか。 OK、はい、そうすると土鍋といえばやっぱりおこげなので、おこげの加減を5段階で設定になります。今これ4なんですけど、どれぐらいの強さがいいですか。4、5、4、3、2、1って感じです。多めでとこか、多めでいきましょうか、はい、ではこれで設定ができたので、あとは点火をしてくださいと表示出てるので、この丸いボタンですね、丸いボタン、はい、をポンと押していただくと、これで点火です。これであとはもう初めちょろちょろ中パパってよく言われるような炊き方をそのまま再現して炊いてくれるんで、まあ、炊き終わったら食べるだけなんですね。で、蒸らし入れて37分、おこげ強めでこの時間なので、まあ、かなり早く炊き上がります。やっぱでもガスが美味しいって言いますよね、ガス
やっぱり 早くこうぐっと温度を一気に上げて、うん、その後にずっと高温キープできるのでお米から甘みが出やすいって言われるんです ね、はい、いつもガスで炊かれてますよね。私はここで炊いてます。絶対そうだ。家もめちゃくちゃガス住宅で買ったりも炊いてますし、ベニシアも実は炊いてます。教育されてますね。いや、うちはとかっていう電気洗濯だったんですけど、やっぱり、はい、コンロ変えて母に炊いてもらったら、その日父親がなんかお米の銘柄変わったの、味が違うって言われたそうなんですね。なるほどですね。火加減が一応ここで今自動で調節してるのでランプが移動してるだけなんですけど、うんうんうん、火加減はここのランプで確認していただけるので、なんかガスっていうとバーテー炎を見るイメージなんですけど、もうパッと見で確認できるので、ちょっと洗い物してても今火どうなってるかなとか、そういったチェックもできるんです。非常にいいのですね。そうですね、かなり今トビになっていると思うんですけど、はい、しかもガスって昔はなんか横漏れがすごくある、はいはいはい、取っ手がついてたイメージだったんですけど、今すごく省エネ化されてるので、もうチューリップ型に炎が立ち上がるようになるんですね。なのでこういった取っ手って炊き上がった後熱くないです。すごくガスの節約もできます。これっていくらなんですか。はい、これですね、37万円いくらぐらいですか。そうですね、はい、ちょっともう感覚がなすぎてこういうのが普通いくらなんかも定価ですよね。そうです、そうです、はい、もちろんもちろん。あ、そういうことですね。その後が分かんないですね。その後僕らも分からへんからね、うん、これがじゃあなんぼでお客さんに出せるのかっていうのがいまいちよく分からへんけど、この動画を見た人に3つとかプレゼントしますか。プレゼントしますだったら。でこういう天板カラーも選べるようになっていて、今キッチンもカラフルなものが多くなっているので、まあ、キッチンに合わせて天板をカラーも変えていただいて、使っていただけたり、あと五徳もステンレスなんでちょっと明るい感じですよね。今日一応こことここでも一品調理しようかなと思うんですけど、すごい速さで上がっちゃいますけど、大丈夫です、はい、じゃあ皆さんおなじみのってあんまり使う人が減ってきてるらしいんですよね。お魚を家で焼くとか、そう、やっぱりお掃除があと大変だとか、はい、今回なんか質問でもありましたね、これもういらないじゃないですかみたいな。そうそうそう、いやグリル実はすごく便利で、やっぱり一気にこう焼き上がるんで時間も短縮できますし、お魚だけじゃなくてお肉焼いたりとかトーストとかも焼いていただけるんで、トーストもいいですよね、はい、じゃあちょっと一品さっき焼き餃子というモードがあったので、はい、簡単に冷凍の餃子を、はい、日本一ですから。じゃあなるほど。はい、でこういう冷凍餃子って実は火加減が必要だったりとか焦げすぎてしまったりとかもあるので、まあ、今回はこちらのフライパンを使って餃子モードで焼いていきたいと思います。油引かなくていいんですか。油、これはもう味の素さん油なしと。油なし、水なしなので。で手作りでも全然構いませんので、はいはい、好きなように作っていただいていいんですけど、普通ってフライパンって予熱しませんか。ああ、はいはいはい。このこれからやるオート調理は予熱不要です。なんでなんか油引いてこうやって待って、うん、そろそろだなって言って食材入れるっていう手間はないので、うん、ここも結構使い勝手がいいかなと。なんかでもどうなん、最近そういったそのまあもろもろ調理機能とかってなんか他のメーカーさんでも割とうまくついてるじゃないですか、まあ、オール電化とかでもガスとかでも、はい、ガスでこういうので有名なところって他の会社ってどこになるんですかね。リンネさんが他のメーカーさんだと、まあ、名古屋だったらパロマさんとか、ああパロマさんとか、はい、なんかその辺でもなんかこの辺のやつってなんかあるんちゃうかなと思う。特にこう違うところってなんかあるんですか。実は今日ご紹介しているのこういう土鍋で自動でご飯作ったりとか、まあ、こういったザコポットみたいな無水調理ができる鍋もそうなんですけど、これリンネオリジナルで作ってますので、意外とタメイカさんにはない。それは違うんですね。なってます。なるほど。このホットプレートもそうです、ね。はいはいはい。はい、なってます。あとこれからもう一品はアプリを使って調理しようと思うんですけど、そのアプリ機能っていうのも結構力を。へえ。はい。これもデリシアならではの機能でもあるんですけど、なるほど。おすすめかなと、はい、思います。じゃあちょっと調理しちゃいますね。では蓋をします。はい、そうしたらじゃあ右側にフォークとナイフのボタンあるので押していただいていいですか。フォークとナイフ。はい。右側、そうですね。はい、そうすると画面が出てくるんですけど、焼き餃子に合わせていきたいので矢印でピピピと下に押していただくと焼き餃子になります。上戻っていただいてで OK を押していただくと焼き加減何がいいですかって選べるんですね。強め、標準、弱め、これご家庭によって好みが出てくるんです。
ってます。では、これで出来たいと思います。で、具材入れて蓋をしたので、あとは添加をするだけ。では、一番右側の丸いボタンを。右側の丸いボタン。はい。あ、こっちですね。はい、こちら。これだったら何もしなくても自動的に餃子を焼いて止まってくれる。それの方もすごいよね。そうなんです、すごい楽です。あのハンバーグモードっていうのも同じようなあの調理機能なんですけど、ハンバーグってこう焼けたかどうか何回も見るじゃないですか。これって肉汁がどんどん逃げてパサつくそうなんですよ、はいはいはい、なのでひっくり返すタイミングをお知らせしてくれるんですよ。へえ。素材ひっくり返してねって言われてひっくり返して、あとは放置しとくと、もうパンパンの肉汁のハンバーグが出来上がって、まあ、そういったひと手間をなくしていただける。これって何料理作れるんですか？何料理？これなんか焼き餃子とかハンバーグとか。あ、料理レシピが何種類ですか？ですね、今コンロ自体にはあの30種類以上の標準メニューが入ってるんですけど、もうこれからご紹介するアプリを使っていただければ、アプリ内にも300レシピ以上されてるので、もう無限大にどんどん増えていく。アプリアップデートすれば、そうですね、ここでピピってやれるっていう。そうですね、そうなります。そういう時代ですね。そういう時代ですね。確かに確かに。アップデートできるのがいいね。アップデートというか、もうアプリ自体の中でアップデートされていくので、コンロ自体のアップデートは特にいらないんですけど、これがちょうど、これあの新しく9月からあの今までデリシアプリという名前だったんですけど、プラスアルレシピという名前に変わって、ちょっとアプリ配信をスタートさせていただくんですけど、ちょっとテスト版なのでまだ本番ではないんですけど、特集記事とかがあったりとか、おすすめレシピとか、あとは容器から選びたいよとか、あの好きな探し方がこうできるので、この中からお料理を探して作っていただくことができるようになってます。はい、餃子は気になるな、これ。餃子気になりますね。重々言っております。はい、で、今日はあのグリルを使って調理をしていきたいと思うので、このココットプレートをちょっと使用していきたいなと思います。はいはいはい、じゃあココットプレート選んでいただいていいですか？はい、こっちです。はい、はい、これグリル用の容器になるんですけども、たくさんメニューがあります。はい、でここから今日はちょっとあの時間もあれなので、はい、フレンチトースト作ろうかなと思って、はい、でここから探すの大変なので絞り込みというのができます。押していただくと、例えば時間で選んだりとか、お料理のレベル、はいはいはい、あとはこうカテゴリーですね、はい、ヘルシーがいいとかデザートがいいとか、あとは食材から選んでいただいたりとか、はいはいはい、あのお家が例えば立ったら友人を呼んでおもてなしとか、まあ、そういったいかんです。で30秒前になると一応お知らせが入って、終了するとランプが点滅して火も消えてくる。すごい。でもあれですよね、なんか車のテスラとかももうアプリのアップデートとかでこう毎回やってたりするけど、そうなるんかなって感じ。それは楽ですもんね、その、はい、これ自体開発が楽やもんね、うん、全部飛ばせる。まあまあ、あれやもん、 iPhone がそうやもんね。で今ちょうど火が止まって、こちらも調理完了というふうに切り替わりました。で火が消えたよというのはランプで点滅して、うんうん、これはちなみに何合まで炊けるんですか？これは一応土鍋自体は 2.5 合まで。小バーナーなので、そうですね、ちょっと少ないです。で、あの金属製のバーナーあのタイプだと5合まで鍋がご用意があるので、まあ、どうしても1升とかはこのバーナーで炊こうと思うと時間が逆にかかってしまうことになるので、必要な分だけ食べて炊いて食べていただく。2.5 合だ、少ないんかね。そうなんですよ、4人家族でちょっと少ない。ちょっと食べ盛りの子がいると少ないかなっていう感じですね。あの一応これ永谷園さんっていう土鍋メーカーさんで1個ずつ作ってもらってるんですけど、特徴がちょっとごめんなさい、使い込んでるんで、持っていただくと
分厚いんですよ、はい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 、市販の土鍋より2倍以上の厚みがあるんで、はいはいはい、それで蓄熱性とか、それでも高めてるんですけど、そうするとどうしても厚みが出てしまうので、より鍋を高くすることが必要になってしまう。であとここに炭が下にね、これが、はい、これも特徴になるほど、はい、じゃあ餃子焼き上がったんで開けてみます。はい、こんな感じで、いい匂い、ちゃんとこうパリパリにこう皮もついて羽もついて、じゃあどなたか、お、はいはい、これ素晴らしいです、すごい、これ宣伝になるんだこれ餃子の宣伝やね、餃子の宣伝、餃子がすごいうまそうな、はい、でも結構いい感じでほんとだ、餃子は確かにいい感じ、すごいなんか、はい、あったかいもんが美味しいというタイプですかあんま僕らやっぱプロじゃないから本当に美味しいやつじゃないと美味しいって顔で聞いてみて、蒸らし中、こんな出し方でいいですか？全然大丈夫です、はい、ではお好きな色で、はい、はい、餃子のこれタレらしきものなかったですか？タレはですね、なくて大丈夫です食べていただきます。ちょっとどこかカメラ触んないで、あ、ちゃんと紐通ってこれで火通ってなかったでもほんまに置くだけですもんね、うん、それがすごいですね、はい、美味しいか美味しくないこれ餃子の味やから、ね、味は餃子のせいやからね、だから餃子が普通って感じ、はい火はちゃんと通ってる、こうやってくれっていうのがちゃんとこうできてるっていう、そうそうそう、ちょっとね、ではいきます、はい、できましたかね、はい、できました、はい、ではいきます、はい、あ、20分ですから、こんな感じです、はい、おこれが結構粒感もすごい、あ、本当だ、ありますか、ね、ちょっと確かに自分で炊いたことないんで分かんない立ってるって言われたらまあ立ってるように見えますね、ポコポコって向きが違うのがやっぱり対流をしっかりしてご飯が炊き上がった証拠になるので、お焦げがこうコントリーなんですけど、白米なのでそんなに一気にはつかないんですけど、保温しておくとまたちょっとずつ強くなってくるって感じ、 あ、ちょっとあったっすね、そうなんです、なので炊き込みとかしてもいいですし、あと土鍋は冷めてから味が美味しくなるって言われるんで、お弁当とかに入れてあげるといいですよ、いいなそれ、はい、じゃあ尾形さんどうぞ、いただきます、で、うん、で美味しいよ、あ、もちもちするっすねこれ、こんなんでいいんですか嘘っぽいなぁ、でもちょっと炊けてます、ちょっと炊けてます、はい、ごめん、いただきます、